FM ギノワンをお聞きの皆様、こんにちは。時刻は午後5時を回りました。 79.7 メガヘルツ、ギノワン市キユナヒルズ通りからいつもお伝えしておりますが、今日はトロピカルビーチのトロピカルビーチのサテライトスタジオよりお伝えしております。サザンブリーズをお届けします。お相手は私ミキサーのキャントナーリーでお送りいたします。今日もよろしくお願いしますね。はいはい、ツイキャスの方も皆さんどしどしコメントお願いしたいところなんですが、今日はそういえば失礼いたしました、テーマをチェックするの忘れてました、ね、今日のテーマ何でしたかね。できればツイキャスの皆さん、あのテーマを、はい、あの今週これだったよってちょっと教えてくれれば助かります。お願いします。ということで、今日もたくさんのメールメッセージをお待ちしております。メールアドレスは797@fmgino1.com、797@全部小文字で fmgino1.com、FM ギノワンではですね、電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの皆さんは、FM ギノワンからホームページリスンラジオで再生をクリック、スマホからは、無料アプリリスラジでお聞きください。ということで本日もサザンブリーズお届けしてまいりますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。まあ、早速なんですけど、今日も1曲目参りたいと思います、はいはい、今日の1曲目なんですけど、私のセレクトいつもお届けしておりますが、やっぱり今日ビーチからね、そうですよね、久しぶりに放送しておりますので、このビーチ夏の雰囲気味わうために、うん、まあ、この曲から始まらないといけないかなと思ったんで お届けしたいと思います。ではお聴きください。カルビン・ハリスでサマー。今はツイキャスにはあのマイク拾えるようにしてますので、なってるんですね、この機材ってもう全部 もともとある置いてある置いてあるものと、あの持ってくるものがあって、あそれで一回曲寄らないといけないんです。あ、なるほど。なので一旦寄って取ってきて、でなおかつ、ま、僕が担当してるときはちょっと僕の機材を使って音楽をかけます。パソコンがちょっと不安定なので、そうなんですね、熱持ったりすると止まっちゃったりとか、結構火当たりますもんね、はい、なるほどなるほど。僕言葉でつなぐのは苦手なので音楽頼りなので常に音楽再生できる機械でなんとか対応してます。があるんですね、はい、あもう入っててすごい。パソコンでいつも他の職員とかは対応してるんですけど、僕はもう自分の端末に全部音源入れて対応します。ピッてやるのも、はい、でこれがもう流れてるってことですよね。そうです。こっちも、すごい。どうしよう、今日全然何も用意してないんでもうフリートークでいきますか。あ、フリートークでコーナーも考えてなくパタパタしちゃって、シュプリームさんが、キャン君ナーリーこんにちは、週3のクラブが良いで、朝帰りで時差ボケが半端ないエンジョイしてるな、シュプリームさん。いいですね。いいですね。そしてキャン君のオレンジの服が眩しいありがとうございます。ちょっとね、爽やかをイメージしようかな。夏、はい、いやでもビーチいいですね、みんなめっちゃ楽しそう。本当に大塚健二さんが、こんにちは、埼玉からツイキャスで見てます。ま、オレンジさんと、真っ白さんですね。天男レイニーさんこんにちは、朝蚊に刺されたけど今は痒くないよ大丈夫ですか。あ、ぽいぽいか。大塚健二さんキャンさんカメハメハ中に背中にカメありそうな、カメ仙人は師匠と仰いでおりますので。あ、なるほどなるほど、はい、あもうスケベ大王ですからねシュプリームさんもその辺は多分共感していただけると思うんですけど、皆さん今日の今週のテーマとかって、何だったのかちょっとコメントいただければ助かります。本当にすいません、ちょっとバタバタして全然チェックできてなかったんで僕にカンニングテストをください。あ、カンニングね、カンニングさせてください。
こちら売店の中の曲もいい曲が流れるんですよね。もう僕の好きな曲ばっかり流れる。あ、この売店も、はい、いつもドキドキしながら聴いてます。じゃあ間もなく曲が終わるので、はい、ツイキャスの皆さんまた後ほど、はい、あ、漫画だけ、あ、漫画、あ、いい、これ結構盛り上がりそう、盛り上がりますね。 ありがとうございます。やった。はい、時刻は午後5時6分を回ったところです。サザンブリーズお届けしております。今日の担当は私キャントナリでお届けしております。はい、はい、ツイキャスの、温かいリスナーの皆様にお助けいただいて、はい、今週のテーマが判明いたしました。はい、そうです。僕これ見て思い出しました。そういえばしてたなと、この話を。ああちょうど、はい、そうだったんですね。そうですね、いつも出勤時間に聞くので。ああなるほど。ついついバタバタしてる時に聞いてるので、ちょっとあまり印象に残ってなかったりするんですけど。あ、そうでした、そうでした、ね、先週のように感じちゃいます、昨日のことが。昨日のことがということで、今週のですね、はい、テーマは漫画。漫画。漫画ということで、いいですね、皆さん、メッセージどしどしお待ちしております。どしどしメール、あと、こちらはツイキャスですね。ツイキャスの方とメールの方で、はい、お待ちしておりますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。はい、早速ツイキャスの方からコメントいっぱい来てますね、うん。そうですね。ちょっとチェックさせていただきたいと思います。マウスがないので、なかなか、ま、下にちょっと下がらず、バーがない、バーがない、あ、どうやって下がればいいんだということ でとりあえずですね、ちょっと下がれるかどうかもう一回試して、あ、下がれました。オッケーオッケー。はい、シュプリームさんのコメントから紹介したいと思います。キャン君ナーリーこんにちは。週3のクラブが良い&朝帰りで時差ボケが半端ないです。そしてキャン君のオレンジ色が眩しい、眩しい、ありがとうございます。はいはい、はい、ちょっとたまにはね、爽やかな格好でお届けしたいなと思って。確かにイメージ変わりますね、やっぱ。ですか、うん、あ、 ありがとうございます。宜野湾市のチャラ男として。常に印象変えていきたいなと思っておりますのでね、うん、はい、よろしくお願いいたします。大塚健二さん、こんにちは。埼玉からツイキャスで見てます。お、ま、オレンジさんと、ま、白さんですね、ってこういうこと。ま、オレンジさん。ま、オレンジさん。一応、でも僕もインナー白なんですけどね。一応。はい、一応。まあ、でもこれちょっと怖いんですよ。え、そうなんですか。汗かくと透けちゃうやつで。薄いやつなんで。じゃあちょっとオレンジさんでカバーして。そうです。カバーしながら。なので、まあ、30超えたおじさんにはちょっときついかなって思う時もあるんですけどね。いや、でも見た目でね、カバーしてるんで。ちょっと頑張ってカバーしたいと思います。はい。はい、雨男レイニーさん、こんにちは。朝、蚊に刺されたけど、今は痒くないよ。蚊ですね。はい、この時期ね、厄介なんですよね。はい、僕は今週ほっぺにですね、ここに、ほっぺ、はい、この辺、この辺りぐらい、目の下ぐらいに、ちょっと出来物ができちゃって。あ、蚊ではなく。絶対蚊に刺された。あ、蚊にやられちゃったんですね。はい、やっと治りました。やっと治りました。はい。そして大塚健二さんから、あ、キャンさん、カメハメハ、背中にカメ。まあ、オレンジですからね。ねえ。はい。まあ、カメハメハはまだ打てないんですけど、一応、海洋圏の、修行から入っております。気になる方は、沖縄市のね。沖縄市の。陸上競技場内にあるトレーニングルームで、海洋圏の修行できますのでね。興味がある方は。興味がある方は、重力 1.5 倍を体験してみてください。はい。はい。ということで、今週は漫画がテーマです。はい、なので皆さん、漫画に関するコメント、あとメッセージお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、メッセージは797@fmgino1.com、797@fmgino1.com までということで、すいません、今日はコーナーですね。はい。本来なら僕がこだわりのコーナーをやる時間なんですけど、あっという間ですね。先週がコーヒーで結構盛り上がったんですよね。そうですね。うん。本来はですね、何か用意してやりたかったんですけど、ちょっと今日ギリギリでした。大変申し訳ない。いえいえ。もう全然ですね、もうこんなに時間かかるかなと思うぐらい、ちょっと今日バタバタしちゃって、まあ久々っていうのは怖いですね。でも無事に
お届け、はい、はい、できましたんで。できましたね。実は僕1ヶ月ぶりぐらいなんですよ、ビーチに戻ってくるの。そうなんですね。そして私は実は初なので、ちょっとドギマギしながら、はい、どうですかビーチの様子は。え、ビーチやっぱり結構平日ですけど盛り上がってるというか、みんな楽しんでますね。そうですね、いいですね。やっぱりいや、なんか沖縄県民って意外と私海全く行かないんですね。ですよね、本当に、はい、そう。特に我々世代は、あ、世代なんですかね、はい、今の子たちは水着着るらしいですよ。ちょっと衝撃。10代の子たちはなんかインスタとかやってるじゃないですか。インスタ映え。そうですね、それを狙ってビキニとか着ちゃう子もいるみたいですよ。うわ、羨ましい。はい、目の前に来てくださいね。はい、こちらでラジオ放送しますんで ね、はい、ありがとう、手振ってくれてるね。はい、おじさんが喋ってるよ。はい、ということで、はい、ラジオですね、こちらビーチの、サテライトスタジオ、トロピカルビーチのね、売店の方からお届けしておりますので、はい、ぜひぜひ気になる方はぜひぜひ、海の方でも聞こえてますので、はい、はい、今流していただいてるんで、皆さん気になる方はね、遊びに来てください。はい、お待ちしてます。お待ちしますということで、コメントの方また拾っていきたいと思います。先ほどですね、つーくん、リサッコさんですかね。つーくんさん、沖縄台風大丈夫ということでね、明日来るみたいなんですけど、そんな雰囲気なんかあんまり感じないぐらいめっちゃ晴れてると思ってたんですけどね、はい、でも海ちょっと荒れ気味ですかね。ああ、やっぱりちょっとやっぱ波が高いような印象はありますね、まあ、でもまだ遊泳禁止にはなってないので、うん、そこまで台風の影響は沖縄本島まだ感じておりません、うん、はい、ただ明日ですね。明日ですよね、はい、どうなるか、はい、はい、こちらの方もね、後々お伝えしてまいりますのでね、うん、はい、皆さんぜひぜひお聞きくださいということで、今日はちょっとね、漫画に関するあのテーマではありますが、この今回、はい、このコーナーだいたいいつも僕のこだわりを話しておりますので、はい、先週に引き続き、そのまま、コーヒーの話をしちゃいましょうかね。あ、いいですね。結構すごくね、盛り上がってたから、まだまだいけそうな感じでしたよね。まだまだいけそうな感じでしたんで、はい、コーヒーなんですけど、一番日本でお高いコーヒーっておいくらぐらいするかわかりますか。一杯ですか。一杯ですね。一杯、6000円とかですか。それがですね、一杯20万のコーヒーがあるんです。一杯ですよね。はい、一杯20万スプーン一杯3000円です。いやー、一杯20万って沖縄県民の初任給よりちょっと高いぐらいですよね。これどこの県にあるお店だったか忘れたんですけど、なんと熟成しているコーヒーで、はいはい、コーヒーって言うじゃないですか、樽に入れられてるんですけど、はい、うんうん、樽から出すときにドロって出てくるんですよ。そう、なのでスプーン一杯でもいけるみたいな。で、寝かされてるのが確か 3,40 年ぐらい寝かされてるコーヒーで、で2樽しかないらしいんですよ。じゃあそれをもうちょっとずつちょっとずつしか出せないので、もう一杯とか何十万。わー、20万。はい、すごい。でもちょっとの興味ありますよね。飲んでみたいですよね。飲んでみたいですよね。すごい甘いらしいです。あ、甘いんですね。何も入れてないコーヒーなんですけど、実は熟成されることによって、樽で熟成されてるので、はい、樽の甘みとかそういったものが染み出してきてですね、甘く感じるらしいんですよ。なんか意外に苦いのかなと思ったら逆に甘みが出るんですね、はい、だからスタバのですね、1000円超えるコーヒーってこの前お話ししましたけど、あんなの安いです。20万に比べたら安いですよ。安い方なんですね。しかもベンティーサイズとか頼めますかね、1000円ちょっとで。はい、ベンティーやっぱいっちゃうんですか。キャンさんも もちろんです。僕はもちろん、はい、ベンティーでアイスコーヒーを頼んで、ね、ゆっくり飲んで帰りも一回おかわりを頼んで持ち帰る。わー、おかわりまでいっちゃうんですね、はい、わ、調子いい日は3杯ぐらい飲みます。そんなのガブガブいけちゃうんですね。いけますね、まあ、でもさすがにちょっと年ですかね。ホットコーヒーはいけなくなりました。ベンティーはさすがに、はい、アイスだったらアイスだったら溶けていくんで、あ、いいんですけど薄まるじゃないですか。なるほど、それでホットだとこのぬるくなる前までに飲み干せないんですよ。あー、ベンティー、はい、だからケーキとかね、スイーツがある時とかだとだいたいこのホットコーヒー頼んで、はい、まあ一応いけるんですけど。あー、なるほどなるほど、はい、なんか冷ましながらとかね、うん、他の飲み物とちょっと水とか頼みながら頼みながら
はい、チェイサーを交えてコーヒーなのにチェイサーです、チェイサーでというちょっと飲み方をねしたりしますけどね。そうですね、なんだか、はい、うん、シュプリームさんが青森のクースみたいにコーヒーの年代物っていうのがあるんだってことで、そうなんです。あ、そういうことか、はい、なるほど。大悟さんが来ていただいてますね。キャンクーンってヤッホーってありがとうございます。20万のコーヒーで沖縄の旅行費に足し旅行費の足しになるするかな20万あったら沖縄で十分遊びますね。確かに十分遊びまくれますね。東京からでも今往復下手したら、うん、ねえ、 LCC とかだったらもっとね、はい、安いですもんね今。安いですよね、本当に、うん、なので20万もあったらですね豪遊できますよ沖縄で。豪遊できる、できる、豪遊できますよ。きますね、はい、はい。タイゴさん、猫舌だからホットコーヒー飲めない。あー、なるほど。で私も結構猫舌なんですよね、はい、うん、からそれにはですねいい飲み方があります、うん、あ、 あるんですか。はい、結構あれじゃないですか、スターバックスって蓋ついてるじゃないですか。あ、はいはいはい、あれ蓋のまま飲むじゃないですか。はい、飲みます。だから熱いんですよ。あ、そうなんだ。え、外しちゃう、外しちゃうと表面がすごい冷えるのが早いんですぐスッていきます。あ、そっか、なんか逆に冷えないように、はい、あれ、あ、そうです、そうです、なるほど。なのでゆっくり座って飲むときは外して飲むことをお勧めします。ケースバイケースで、ケースバイケースで、ケースバイケースで持ち帰るときはやっぱね蓋してないとすぐ冷めちゃうんで。も家に着いた頃にはもうぬるくてね、ぬるくて、あ、なんだ、苦いし酸っぱいし、なんだこれ、なんだこれ、ってなっちゃいますんでね。はい、皆さんぜひぜひ気をつけてください。ふたは外して飲みましょう。ふたは外して飲みましょう、はい、ということで、まあ、コーヒーの話はね、はい、まあ、今回これぐらいにしときましょうか、はい、一旦ですね、じゃあ CM に行きたいと思いますので皆さん少々お待ちくださいということで、はい、一旦 CM です。やっと CM に入りましたね。ひとまずこのこう向いてこう向いてってやるとちょっと先に準備ができないってなかなか大変なんですよ。ああ。じゃあちょっと今の時間の間にちょっとメールが来ているようなのをチェックしましょう。めちゃさん、ということでこれはじゃあ放送に入ったら読みましょうかね。はい、しばらくツイキャスで、ツイキャスであと1分。大塚健二さん、キャンさんコーヒーの話しよ、漫画は感じてると思いますが、うん、ツイキャスリスナーさん月から僕の常連さん多いから漫画ネタ出し尽くしたかもですあ、なるほど、そっかみんな、まあ、確かにそうっすよね。なるほどね、漫画とかのメタコーヒーの話できるかなあのコーヒーもですね、うん、そろそろネタだけになりそうなまあでも、まあ、いろいろ皆さんからねこんなどうですかって言われたら振られたら話せるかもしれないですけど、うん、ツイキャスの方から、はい、まあ、コーヒーのお酒の話とかね。ああ、ありますもんね、なんか最近、はい、あ、じゃあ CM が開けます。はい、はい、時刻は17時19分を回って、もう20分を迎えるところですね。はい、サザンブリーズをお届けしております。大塚健二さんからですね、キャンさんコーヒーの話をしよう、漫画は感じてると思いますが、ツイキャスリスナーさん月から木の常連さん多いから漫画ネタ出し尽くしたかもですということで、はい、お話がありましたので、まあ、ちょいちょいね
あの、うん、コーヒーの話も挟みながらじゃあ、挟みながらでいきたいと思います。はい、はい、一応漫画中、まあ、今週のテーマということでね、はい、漫画ネタでお届けしております。まあ、ちょっとね、うん、金曜日ですからね。そうですね、ちょっと普段と雰囲気変えて、あ、まあ、フリートークとしてもいいと思うんでね、いいかもしれないですね。はい、皆さんぜひよろしくお願いいたします。うん、そこでつーくんさんから、キャンさんは車好きですか、うん、なんか勝手なイメージ好きそうですけどね。好きは好きなんですけどね。あ、ただ実は詳しくはないんですよ、あまり。あ、なぜかと言いますと、はいはい、周りの友達がめちゃくちゃ詳しくて、うん、あ、なる、逆に周りが逆に頼ってしまうとか、あ、あとおじいちゃんが元修理工なんで、あ、すごい、ガチガチな家族の方が詳しすぎて、あんまり自分がこう触れなくてもいいっていうか、むしろみたいな、むしろですね。あ、で、あとはまあ自分で好きな車乗ってないんで、うん、まあ、そこちょっとそれ以外の趣味に走っちゃったんで20代。ああ、でもなんか分かれる気します、男性、はい、車にはまる人本当はまりますもんね。車がいいですよ、やっぱりパーツとかこだわったりとかですね、うん、そこを僕は自転車に持ってきました。あ、はい、まあ、一応車の話多少いけるんでですね、うん、はい、まあ、大丈夫です。シュプリームさん、車輪違いでローラーブレードという車好きだよねということで、はい、その通りでございます。あ、なるほど。あとサイクリストっていう肩書きも持ってますのでね。おー、あ、かっこいいですね、サイクリストって。いいですね、あのサイクリストって言い方ですよね、言い方、サイクリスト、自転車乗りって。チャリライダー、チャリライダー。大塚健さん、パーソナリティさんのパーソナルな話でも欲しいですかも、欲しいかもですってことで、欲しいかもですと、あのプライベートの話をしていただきたい。なるほど、なるほど。それもですね、じゃあ交えながらお話ししていきましょうか。うん、うね、ということで、はい、レイニーさんも漫画というと、うん、今日からコミケが始まりましたね、行ってないけどということで。コミケですか。コミケですか。行ってみたいですね。ね、ということで、一回ですね、ちょっとメッセージ来てますので、メールの方ちょっと読んでいきたいと思います。はい、リクエスト。をお願いしますということで書かれております。これは進撃のめいちゃんさんからですね、申し訳ありません、はい、進撃のめいちゃんさん、ビーチからはリクエストの放送が難しいのでご勘弁くださいということでね、また、はい、次の機会にお流ししたいと思いますので、よろしくお願いします。キャンさん&ナーニーさん、生放送お疲れ様でございます。台風ものすごく心配ですね。めいちゃんでございます。漫画の話、漫画はやはり、ワンピースやこち亀が大好きですね。泣ける場面もあるし、笑える場面もありますよね。では、楽しく聞かせていただきますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですよね、こち亀、うん、まあ、ジャンプの漫画って。確かに、もうワンピースは結構もう王道っていうか、はい、ね、でも何気に長いですよね。長いですね。ね、小学生の頃から。私、小学校の頃大好きで。ですよね。うん、めっちゃ。自分があのワンピースを初めて読んだのは小学校6年生です。入院してる時にですね、あ、周りの大人たちが進めてきて、周りの大人たちが、そうなんです、ハンターハンターもそうですね。ああ、ハンターハンターもすごい人気ですもんね、はい、入院生活ってですね、あのすっごく楽しみが少ないんですよ、うん、あ、なるほど。ベッドに寝てるだけなん で、うんうんうん、で幼稚園生の時は全然そういうの気にならなかったんですけど、はいはい、周りがちほほやしてくれるだけで楽しみなる、はい、けどやっぱり年齢が上がることによって遊びたいとか勉強できないとかいろいろ本も読めないとかいろいろ出てくるじゃないですか、欲求がね、はい、うん、だからそういう時に親がもう雑誌でも読んどけと読んどけと、はい、ジャンプを買ってきまして、あ、なるほど、そこからジャンプ読むようになって、で、はい、でそこでワンピースを、はい、なるほど。いや、未だに覚えてますよ、最初にあの読んだジャンプの表紙。あ、未だに、すごい衝撃的でしたもん、衝撃的な。今あのブリーチってわかります？なんか聞いたことは、あの死神の今映画にもなってる、今実写映画化もされてるんですけど、はいはい、このブリーチって漫画、うん、実は2作目で、この作者さんの一番最初の作品である、はいはい、ゾンビパウダーっていうちょっとあのガンアクションの、はいはいはい、漫画が第1話だったんですよ、うんうん、この僕が初めて読んだジャンプが、ジャンプの、はい、がそうだったんですね。すっごい面白くて、あ、でそこからずっと読んでて、あ、なるほど、まあ、でもこれちょっと打ち切りですぐなくなっちゃったんですけど、まあ、3巻ぐらい単行本で、あ、だからそれぐらいまでだったんですけど、いや、すごい面白かった。それがもう続いて今度ブリーチになり長くそして映画化までと、すごい。それ小学生ですもんね。そうです、もう今31ですからね
ブリーチ終わったの 2,3 年ぐらい前ですからね。あ、でもそれまでずっと読んでたってことですね。ずっと読んでましたよ僕は。わあ、めっちゃ愛読。 あとはあれですね、ナルトとかも。あ、結局その間に始まってで最後まで、最後まで、はい、読み切った、読み切りました。すごい。ワンピースはまだ続いてますよね。ワンピースまだ続いてますね。長いですね。長いですね。いやー、もう泣けますよ本当に。ねえ、泣けますよね。特に一番泣ける漫画じゃないですかね、ワンピースは。あー、確かに確かに。普段こうおふざけが入る分、うんうん、こう真剣な時に、ここぞという時にね。あ、つーくんさんから、しんちゃん声が変わってるから見なくなったねということで。あ、アニメとかはね、あ、結構そうです、ね、声優さんが変わるとか最近多いですからね、はい、割とあの見なくなることも多いと思います。エコさんがゾンビパウダー懐かしい。え、ゾンビパウダーご存知なんですか。面白かったですよね。ガンアクションの漫画なのにゾンビパウダー、なんとあの主人公が剣士っていうね。右手が鎧の剣士で銃弾手で止めるんですよ。すごいですね。はい、で剣で戦うっていう。またなんかちょっとでも ゾンビなんですね。ゾンビと戦う。あ、ですね、ゾンビパウダーっていう、うん、あの死者を復活させるあの薬みたいなのを追い求めて旅をしているみたいな内容だったと思います。あ、へえ、はい。でもすごい、その3、なんだろう、3話しかないけど分かって3話というか、うん、まあ、3巻ぐらい。ああ、3巻ぐらいの。なので話数的には30話ぐらいはあったんじゃないですかね。はい、結構面白かったですよ。今から面白くなりそうってところで終わりましたけど。あらら。ハラショーとか、なんか ロシア人っぽいのが出てきて、わあ強いのが出てきた、俺たちの戦いはこれからも続くみたいな感じで、 あれみたいな。なんかね、ちょっとね、がっかりでしたけどね、うん、はい、また復活してくれないかな。な、大塚健二さん、ゾンビパウダー、ガーリックパウダーが好きです。漫画というので話題変えたい。ご自分。なるほど。そうですよね。最近から漫画から離れたいって言ってるのに、ね、漫画に結局収束してしまうっていう現象になってますよね。いやー、申し訳ない。まあ、でも漫画の話、我々世代はね、ちょっといろいろあるんで、やっぱ話したくなっちゃいますからね。ねえ、本当。でもやっぱちょっと遠ざかる時期ありますよね。はい。私もちょっとなんだろう、漫画からなんだろう、例えば今だった進撃の巨人に漫画じゃなくてアニメでハマるパターンなんですよね。ああ、なるほど。いいですね。そうなんですよ、うん、まあ、東京グールとか。あ、もう面白いんですか。面白いですよ。東京グールはちょっとあの現代社会を揶揄してるのかなっていう。あ、でもなんか私結構そういうの好きなんですよね。あのグロテスクなんですけど、意外といけるんですよ私。あの進撃の巨人があるじゃないですか、うん、あれよりもよりハードなのは、あ、よりハードなんです、ね、人が人を食べるっていう内容なんで。ああ。でも現実社会そんな感じじゃないですか。なるほど、深い なんか社会人ってなんか食い合いみたいな感じ、食い合いみたいな、なるほど、ね、それをちょっと揶揄してるんじゃないかなっていう、僕はそういう解釈をしてます。面白そうですねそれもまた、はい、なのでなんか結構それは面白いなって思って、うんうんうん、大塚健二さん、くー仕方ないですね。あ、太鼓さん、悠々白書とか読んでたら、あー、なんか懐かしい。僕これちょっと見逃しきれないコメントが、つーくんさんから、はいはい、とある科学のレールガンも好きですという。全然わかんない。ありがとうございます。実はですね、はいはいはい、僕も大好きで、僕はレールガンっていうか、まあ、本家本元 のとある魔術のインデックスっていう、あのライトノベル小説がありまして。あ、小説も。じゃあでも自分小説超苦手なんですよ。あ